中国カリフォルニア州出身のプロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレールブレイザーズに所属している。ポジションはシューティングガードまたはスモールフォワード。ニューメキシコ大学で3年間プレーし、2013年の NBA ドラフトにアーリーエントリー。ドラフトでは20位でシカゴブルズから指名された。2016年10月17日。 ミルウォーキーバックスに移籍した。バックスでの1年目となる2016から17シーズンが自己最高の成績で80試合に平均29.2分の出場で8.5得点3.1リバウンド1.2アシスト0.7スティールスリーポイント成功率40.6%などを記録した。2017年7月1日には バックスと4年4600万ドルで契約を延長した。2019年6月20日、トレードを通じてデトロイトピストンズに移籍。2020年11月20日、再びトレードによりアトランタホークスに移籍。2021年3月11日のトロントラプターズ戦でブザービーターを決めチームの逆転勝利に貢献した。同年、フィールドゴールアテンプトを 最低100回以上をマークした選手の中で史上初となる FG50%、3P50%、FT100% を達成した。2021年8月10日、ポートランドトレイルブレイザーズと1年契約を結んだ。ありがとうございます。